strengthening and weakening my suit. はいどうも、ケマイです。というわけで、ケマイハクスラローグライクアワード2021、今年も開催したいと思います。いや、早いね。本当にもうあれから1年経ったんだなというところで、感慨深いんですけども、今回はちょっと、いろいろ考えた結果、ハクスラタイトルが去年よりもめちゃくちゃ少なかったんですよ。話題に上げれるようなレベルの。なので、ちょっと今回はローグライクと一緒にして、俺の好きなジャンルですね。ローグライクとハクスラ、こちらをごちゃ混ぜにして、もう一番良かったやつを決めようじゃないかと。今回はそれでやっていきたいと思います。はい。なかなか苦し紛れですね。はい。まあそんな感じなんですけども、まあこれ何かっていうとですね、この章何かっていうと、ざっくり説明しますと、私、ケマイがですね、独断と偏見で今年2021年に発売された、ハック&スラッシュゲーム、そして、ローグライクのゲームのナンバーワンを決めるという、そんな感じでちょっとやっていく。そんな賞でございます。特に、受賞しても、名誉なことかどうかわかんないんですけども、はい、そんな感じで、とにかく今年のナンバーワンをね、決めようじゃないかと、ジャンル内のナンバーワンを決めようじゃないかと、そういうことでやっていきたいと思います。ほんと先ほども言いましたけどね、まさか2年目があるとは思いませんでした。思わなかったんですけどもね、元気よくやっていきたいと思うので、まあ、茶番はそろそろ終わりにして、ね、ちょっといつも通りめちゃくちゃ、テンポよくゲームの紹介、そしてナンバーワン決定までガガーッといきたいと思うんで、最後まで見てってくれると嬉しいんで、よろしくお願いします。まずはね、1本目のノミネートなんですけども、アウトライダーズ。こちら2020年の4月1日に発売されていて、プラットフォームとしては PS4、PS5、Xbox One、Xbox シリーズ SX、PC での発売となっています。ジャンルとしては、ハクスラ形式の TPS シューターとなっていて、まあ、いわゆるルーターシューターと言われるジャンルなんじゃないかなと思います。このゲームを語る上で、絶対に欠かせないなと思うところが3つほどあります。1つは、めちゃくちゃ爽快感のあるスキルアクション。二つ目は大量に出てくる敵。三つ目は、やられなきゃやられてしまうシステム。この三つはかなりね、このゲームの特徴なんじゃないかなというふうに思います。まずはね、一つ目なんだけど、そのやっぱね、スキルアクションが気持ちいいんですよ。もちろん、シューターとしても、すごく、爽快感もあって気持ちいいんだけど、このゲームね、四つのジョブがあって、すべてのジョブで、固有のアクションがいくつもあるんですよ。これね、どれもこれもユニークなもので、使っていて、すごい爽快感もありますし、あとは結構いろんなカスタマイズすることによってそのスキルの性能もガラッと変わるっていうね、そういった楽しみも多々あって面白かったんじゃないかなというふうに思います。そしてまあ大量に出てくる敵ですね。ここまで出てきたハクスラ系のまあシューターですねのゲームって、なかなかこの遠くから敵の頭をちまちま撃って HP を削っていくみたいなことって、まあそんな感じのシーンって結構あったと思うんだけど、このゲームに関してはね、あんまりそういうのなくて、1体あたりの強さっていうのをまあ比較的抑えめに作られていて、その代わり、数出しますよっていう感じで、難易度の調整をしてくるんですよ。なので、基本的には一方的に敵を蹂躙できるっていうところで、かなり爽快感があるんですよね。ここら辺すごく良かったんじゃないかなと思います。そして三つ目の、やらなきゃやられてしまうっていう部分ですね。これはどういうことかっていうと、このゲーム面白くて、自分の HP を回復するためには、敵を殺さなくちゃいけないっていう仕様があるんですよ。なんかちょっと変わっていて、アイテムがね、落ちて、それを拾って HP 回復とかではなく、敵を倒すことによって自分の HP が回復するっていうシステム上、やっぱり遠くからちまちまやっていくと、どうしてもこの自力になってしまっていくっていうね、性質があるんですよ。なので、しっかり自分の体を使って前線に行って敵をなぎ倒していくっていうことを、システム的に強制されるんですよ。なので、結構、なんだろうな、アグレッシブなプレイを、まあ、しっかりこうやっていかないと、ゲームとして成立しませんよっていうところを、まあ、強要されるのが面白かったと思います。まあ、いろいろ話したんだけど、ハクスラ要素、クラフト要素っていうところも結構面白くて、ドロップしたアイテムを解体して、モジュールを手に入れて、そのモジュールを他の武器に付け替えるみたいなことができて、ユニークな武器とユニークな武器の性能を合わせた新しい武器みたいなのを作ることができるんですよね。ここら辺のシステムもまた面白かったんじゃないかなというふうに思います。いろんな、想像ができて、ハクスラオタクのね、
ね、気持ちをワクワクさせた、そんなあのゲームだったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんな感じでいろいろね、良かった部分については話してはいるんだけど、どうしても良くなかった部分もやっぱりあって、あのバグっていうところはね、やっぱり当日からしばらく悩まされていたんじゃないかなというふうに思います。まあ、当日のログインできませんよっていう問題から、その後数ヶ月にわたって起きていたあのドロップ消失とか、自分の装備品ロストとか、キャラクターが消えてしまうっていう問題とか、まあ、そういったところでかなりねバグについては悩まされていましたね。まあ、ここら辺はやっぱりこのハックスラっていうゲームとバグっていうところ、あのどうしても切り離せない問題なので、そこら辺も考慮してちょっとね強化には入れていきたいなというふうに思っています。ただし今このゲームに関しては今はね結構ちゃんとアップデートされて、あのバグっていうところもね、あの一個ずつ一応解消されていて、今はねかなり快適に遊べるゲームになって、あの大きなコンテンツのアップデートもありましたよっていう状態で、今はすごくいい状態になってるんじゃないかなというふうに思います。というわけでまずは、1本目のノミネートアウトライダーズ、こちら上げてみました。さあ続きまして2本目のノミネートなんですけども、ガンファイアーリボーンというゲームノミネートしたいと思います。このゲームですね、プレイステーションと Xbox スイッチでもあるのかな、あとは PC で発売されています。まあ、簡単に言うとハクスラとローグライクと FPS シューターが、綺麗にガッチャンコされている、そんな革新的なゲームです。ぶっちゃけですね、結構ハクスラっていうゲームジャンルとローグライクっていうゲームジャンル、まあ、なんか似ているし、なんかごっちゃになってる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、これ全く似て非なるものでもありますし、しかもなんなら食い合わせがめちゃくちゃ悪いっていうところが実はあるんですよね。ハック&スラッシュっていうゲームって結構自分の装備とかをずーっと少しずつ少しずつアップデートしていって、まあ何回もいろんなところを周回して強くしていってみたいなところを楽しむゲームだと思うんですよ。ただしローグライクっていうゲーム性はそういうのを全て無にする、死んだら全部装備もロストして最初からですよっていう風に、まあ遊ばせるゲーム性なんですよ。なのでこの2つが結構食い合わせが本来悪いんだけど、そこら辺がしっかり面白い形で築き上げられてるっていうところがこのゲームの一番の魅力なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、やっぱりこのゲームもローグライクっていうことなんで、死んだらやっぱりね装備ロストとかはあるんだけど、その1ゲーム1ゲームの中でしっかりねハックスラ的な感じの楽しみ方っていうところを提示してくれるんですよね。こっちの方が強いんじゃないか、こっちの方が強いんじゃないかとか、さらにこれにこれ系のステータスがついてる武器が手に入ったらもっとすごいことなんじゃないかとか、まあ、そういったハックスラ的な想像も駆り立てられるような、感じの仕組みもありますし、まあ、そういったところで、まあ、しっかりシステムとして1ジャンルを築いてるんじゃないかなというふうに思ったのはかなり好印象でしたね。あとは一応ねローグライクのゲームではあるんだけど、進捗の要素みたいのもあって、やればやるほどキャラクターがアンロックされていくとか、最初から強い状態で始められるとか、そういった感じでまあやってる時間が無駄にならないよっていうような仕組みがあります。まあ、ここら辺は結構最近のモダンのローグライクの感じのテイストは引き継いでるんじゃないかなと思いますね。なのでやればやるほどね進捗っていうのは積み上げられていくので、あまりこのなんか無駄感はないかなというふうに思います。まあ、このゲームインディーズのゲームなんで値段も安くてコスパに関してはかなり優れてるゲームなんじゃないかなというふうに思っています。本当に最後の最終ステージをクリアしようと思うと、自分のプレイスキルっていうところもしっかり磨いていかなくちゃいけないし、あとはその進捗っていうところを進めていって自分の強化もしなくちゃいけないっていうところで、かなりね手堅いボリューム感あると思います。というわけでそういった面でもかなり評価は高かったですね。あとはまあバグとかもね特にはなくて、まあ自分がやった限りは特にはなくて、そういった面でもかなり高評価でした。というわけでノミネート2本目はガンファイアリボーンでした。さあ続きまして3本目のノミネート、ディアブロ2リザレクテッド、こちらを挙げたいと思います。まあそうですね、伝説のゲームディアブロ2のリマスター版ということで現代に復活しました。まあ、本当にこのハック&スラッシュっていうゲームジャンルにおいて神格化されているようなゲームでもあって、本当このゲームが今ある全てのハック&スラッシュゲームの原型だと言っても過言ではないんじゃないかなというふうに思っている、そんなゲームでございます。見下ろし型のハック&スラッシュのゲームですね。対応プラットフォームとしてはほぼほぼオールジャンル、PS4、PS5、Xbox シリーズ SX、Xbox One、そして PC、そして Switch で発売されて
ています。まあ、とにかくね、このディアブロ2に関しては、もう完成度が高すぎる。もうその一言に尽きるんじゃないかなと思っています。やっぱかけられてきた年月っていうところが、まあ、他のゲームと全然違うんですよね。そもそもディアブロ2っていうもう10年ぐらい連続してずっとアップデートされて、バランス調整されて、もう完成されたものの、まあ、リマスターということなんで、ほぼほぼそのゲーム内容としては完結してるし、完璧なんですよ、バランスとかね。そういうところも見ていくと、やっぱそのゲームの内容については特に言うことはなくて、もう本当に面白いの一言につきますね。もうここに登場してくるのが本当にずるいぐらい、全ての要素がかなり高水準なんじゃないかなというふうに思います。本当にこのゲームに関してはボリューム感で言うと、何百時間何千時間ではなくて、何十年という単位で遊んでいけるようなゲームになってるんで、本当長い期間かけて自分のキャラをしっかり育成していくことができる、そんなゲームなんじゃないかなというふうに思っています。本当にハッカーのスラッシュっていうゲームのあるべき姿、お手本のようなゲームになってるんじゃないかなというふうに思ってます。まあただね、褒めるところはたくさんあって、めちゃくちゃいいゲームなんですけども、このゲームに関してもバグっていうところがかなりひどくてですね、ログインできない状態がすごく長い期間続いてしまって、人が離れてしまうっていう事態とかもあったりしました。そして、ゲームプレイ中にアイテムをロストしてしまうっていう問題とか、まあ、ハックスラゲームでは絶対に起きちゃいけないようなバグがたくさんありました。まあ、そういった面で、まあ、今ではちょっとこのゲームがこけてしまったんじゃないかなと思う人も、まあ、少なくないんじゃないかなというふうに思います。ここら辺はね、正直原点なのかなというふうに思っていますし、現実問題ね、結構盛り上がっていた、発売当時からしばらく盛り上がっていたけど、まあ、そういったバグとかに、引きつられてしまって、かなりね、人気というか話題を落としてしまっていたというところもあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはね、やっぱその昔のゲームっていうところですごくしょうがないことではあるんだけど、攻略サイトありきみたいなゲームなんですよね。なので、やっぱその初心者にはなかなか向かないというか、そういったところでかなりね、自分で調べる能力がないと、そもそもプレイできませんよっていう、そのぐらいのゲームだと思うんで、まあそういったところはなかなかその、やっぱちゃんと整備して出すべきだったんじゃないかなと、個人的にはちょっと思うところではありますね。さあ、そんな感じでハック&スラッシュジャンルから3本目のノミネートはディアブロ2リザレクテッドでした。さあ、続きまして4本目のノミネートなんですけども、ループヒーローですね。こちらを挙げたいと思います。こちらのゲーム、現状だと PC とスイッチでプレイすることができます。このゲーム、ジャンルとしてはハクスラー要素はないわけじゃないけど、ざっくり言うとやっぱローグライクジャンルになるのかなというふうに思っています。はい。これ、ループヒーローっていう感じのね、タイトルがついてるんだけど、ちょっと面白くてかなり斬新だなと思ったのが、本当にマップを主人公がくる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 回っていくだけなんですね。自動で回っていくだけなんですけども、そのマップ自体も自分が作っていくっていう感じで、主人公に有利に働くような、くるくるね、マップを回っている主人公に有利に働くようなマップを自分で作っていく。っていうゲームなんですよ。主人公を操作するわけではなくて、マップを作っていくことによって、主人公を強化していくっていうね、逆転の発想というか、ここら辺の発想は結構新しいんじゃないかなというふうにちょっと思いましたね。だからまあ主人公が同じマップをくるくる回っているんですけども、あ、ここに回復地点を置いてとか、ここで敵を発生させて経験値稼ぐポイントを作るとか、ここに敵が湧いてくるポイントを設置するんだけど、その横に敵が弱くなる石を置いておくとかで、もうその、くる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 回っているバカな主人公のサポートをマップを通じて全力でやっていくっていうようなゲームなんですが、これが面白いんですよね。まあ、結構一時期話題になったんだけど、まあ、そこまでなんか跳ねた感じはしなかったなというふうに思うんですけども、個人的には今年かなり当たったゲームでしたね。まあ、斬新なこの発想と繰り返しプレイしたくなるそのゲーム性っていうところはかなり評価できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そしてこのゲームもね、インディーズのゲームなんでコストパフォーマンスの面でもかなり優れていますし、バグっていうところも特になく、最後まで遊べたそんなゲームでした。まずはこのゲーム全体のレトロな雰囲気もね、また味があって良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ
正直このゲームに関しては同じような発想を持ってるゲームって他にないんじゃないかなと思うんで、唯一無二のあのゲームになってるんじゃないかなと思って、かなりねやってみて印象深かった覚えがあります。というわけでね、4本目のノミネートはローグライクジャンルからループヒーローでした。さあ続きまして最後5本目のノミネートなんですけども、リターナル、こちら上げたいと思います。いやー、まあ、このゲームに関してはかなり贅沢なローグライクとなっています。対応プラットフォームとしては PS5 専用ゲームとなっていて、2021年4月30日に発売されました。はい。まあ、さっきも言った通り、このゲーム本当に贅沢なローグライクのゲームなんですよね。結構ローグライクのゲームって、同じ資源を何回も何回も使い回せる都合上、低コストで作れるゲームではあるんですよ。なので、今だとかなり、インディーズ界隈とかでよく作られている、ジャンルではあるんだけど、このね、リターナルに関しては結構 AAA 級のタイトルとして、発売されました。しかも PS5独占というところで、グラフィックのクオリティだとかそういった面でももう本当申し分ないような、出来栄えでした。ジャンルとしましてはローグライクとなっていて TPS のシューターとなっています。このゲーム結構語ることが多くてですね、内容コンテンツとしてはかなりいろんな要素がてんこ盛りなんですよ。もちろんローグライクというゲーム性についてもかなり熱く語れる部分ありますし、ホラーゲームとしてもまた秀逸でもあります。そしてまあ高難易度の、アクションゲームとしてもかなり優秀なんですよね。まあ、ローグライクとしてはかなりこれ面白いローグライクになっていて、まあ、やればやるほどどんどんね、新しい武器がアンロックされていって、その分ね、ちょっとずつ楽になっていくみたいな仕組みが採用されています。そして、結構きつめのローグライクになっていて、途中で本当にセーブもできないから、一本道を最後まで走り切らなくちゃいけないっていう、そんな縛りがあるんですよ。なので、めちゃくちゃ辛いです。同じいろんなローグライクがありますけども、その中でもかなり、ローグライクしてます。はい。かけた時間、本当にワンプレイが短いローグライクのゲームってたくさんあると思うんですよ。まあ、気軽にできて、まあ、すぐ死んじゃうけど、またやり直したくなってしまうようなローグライクあると思うんだけど、このゲーム、ワンプレイがめちゃくちゃ重いんですよ。1時間、2時間とか、平気で取られてしまうローグライクのゲームなんで、まあ、そういった意味でも結構ローグライクしてるなという感じがしますね。でまあホラーという要素をとってもですね、ゲーム全体がアクションゲームなんで全然ホラー感ないなと思うかもしれないんですけども、実はね、TPS のシューターというジャンルではあるんだけど、ホラーパートに入ると急に FPS 視点になってめちゃくちゃ怖くなるんですよね。まあ、そういったところのギャップみたいなのもまた面白いですし、ストーリー全体のそのなんか不穏な雰囲気みたいなところもまた個人的には高評価でした。でも、まあ、やっぱりね、高難易度っていうところはめちゃくちゃあって、プレイ開始前にこのゲームはめちゃくちゃむずいですけど大丈夫ですかみたいなね、感じで警告が出るぐらい本当に難しいゲームとなっています。なかなか一筋縄では、クリアできないゲームとなっていて、何周も何周も繰り返しやって、敵の性質を見極めて頑張ってクリアしていくような感じのゲームになっています。ただね、本当にこう手触りも良くて、アクションゲームとして完成度も高いですし、爽快感もあります。あとは敵の攻撃っていうのが結構このなんか蛍光色みたいなのがねの弾とかが結構出てくるんだけど、そういったところでなんか絵面も結構いいんですよ。綺麗なんですよね。でそんな飛んでくる敵の攻撃っていうのを綺麗にかわした時の爽快感とかもあったりだとか、そこら辺もまた面白いんじゃないかなというふうに思います。あと結構武器の種類とかもいくつかあるんですけども、そういった武器使えば使うほどどんどん強くなっていくみたいなね、要素もあったりだとか、あとはやっぱりそのローグライクとしての面白さっていうところで言うと、やっぱフィールドの中で一期一会があって、それによって自分のステータスが大きく変わっていく、本当に楽にもなるし辛くもなるっていうところもまたローグライクらしいなと思っていて、すごく良かったんじゃないかなというふうに思います。でまあバグっていう部分に関しては特にこのゲームはなかったのかなというふうには思うんですけど、目立ったやつはなかったんですけども、やっぱりちょっと途中でセーブしてやめれないみたいなところもあったので、ま
あ、そういったところはちょっとね、辛い思いをした方は多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、今はちょっとアップデートが入って、中断機能が、実装されたっていうところがあるんだけど、まあ、当時は、結構厳しかったなというふうに思いますね。というところで最後5本目なんですけども、リターナルを上げてみました。さあ、というわけでね、ここまで5本ノミネートを上げたんですけども、ここから1本を選ばなくちゃいけないという、なんて辛いんでしょうか。いやー、ぶっちゃけ、まあちょっと今回はね、ハクスラっていうジャンルとローグライクっていうジャンル合わせてその中から一本を選ぶっていうことでね、やっていこうかと思うんですけども、まあまあその評価軸が微妙に違っているんで、去年よりもね、もしかしたらこう納得感というか、まあ着目しなくちゃいけない部分がちょっと若干違ってくるのかなというふうに思っていて、すごい今考えてるんですけど、どうですか？いやー、まあ、全部本当に面白かったし、もう今でも何回でもやりたくなるような、何回でもやれるようなゲームでもありますし、まあ、本当にね、ディアブロとかなんてね、もう20年、こっから20年ぐらいまたできるようなゲームでもありますし、まあ、そうっすね、なかなかちょっと難しいですけども、まあ、決めなくちゃいけないですね。いやー、まあ、いやちょっと待って、マジでちょっと考えてます、今。本当にマジで考えてます。特に、本当に今の今まで何も考えてないんで、どれにしようか。本当に今考えてます。まあでも、これかこれかなっていうのはあるんだけど、はい。決めました。ちょっと、じゃあ、発表したいと思います。よし。いやー、ちょっとね。それでは、皆さん、準備はいいですか？発表したいと思います。ケマイハクスラローグライクアワード2021大賞に輝いたのは、アウトライダーズ！いやー、どうですか？意外でした。ディアブロっていうと思った方は結構いたんじゃないですかね。ディアブロなりリターナルっていう方もたくさんいたんじゃないかなと思うんだけど、やっぱね、アウトライダーズはおもろかったね。なんかちゃんとハクスラしてたし、結構挑戦的だったんですよ。俺結構軸としてはなんかチャレンジしてるっていうところとか、革新的みたいなところを結構軸として、強く見ていて、まあ確かにバグとかに関してはめちゃくちゃ致命的だったんだけど、まあでも本当に面白かったんですよね。ゲーム性の部分も面白かったし、あとはクラフトとか、そういう部分に関しても面白かった。すべての要素がね、すごく面白かったっていうのもありますし、まあ、何しろその手触りがいいハクスラゲームってやっぱいいんですよね。アンセムとかね、まあ、かつてありましたけど、あの手のゲームもやっぱ手触りが良かったんですよ。まあ、そういったところもあったので、今作のこのアウトライダーズも手触りが良かったんですよね。そこで結構かなりの、まあ、個人的には良かったなと思えるポイントを、まあ、稼いだのかなというふうに思います。まあ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 、去年も言いましたけど、別に他のゲームが、面白くないっていうわけじゃないんですよ。全部めちゃくちゃ面白いんですけども、ちょっとね、アウトライダーズに関しては、まあ、コンセプトとか、いろいろ良かったんですよね。あとはその、なんか SF っていう世界観とか、見た目とか、ルックスとか、そういった部分もまた面白かったし、ゲーム全体の完成度として、すごく良かったんじゃないかなというふうに思います。はい。いやー、まあ、2021年、まあ、正直、ハクスラーは去年ほどは出てなかったんじゃないかなというふうに思うんだけど、まあ、そうですね。まあ、それゆえに、ハクスラーとローグライクを合わせてちょっと評価してみたんですが、まあ、面白さを、まあ、数値化していくと、個人的にはやっぱアウトライダーズはちょっと抜けてたなっていうふうに思いますね。それぐらい結構夢中になって、斬新な体験を求めてやった記憶があるので、まあそういった意味で今回はね、2021年はアウトライダーズを、まあ、対象として挙げさせていただきました。というわけでまあ年末恒例のこのイベントなんですけども、そろそろちょっとね、お開きにしたいと思います。
まあ、本当に今この動画が年内の最後になるかなと思うんですけども、まあ、今年ほぼほぼ毎日のようにね、動画を投稿していてですね、皆さんたくさん見てくださって、マジで本当に、まあ、マジでありがとうございます。まあ、なんかあんまり触れてはいないですけども、まあ、たくさんの方に見てもらえていて、登録者の方も、まあ、結構ね、増えてきてありがたいと思っている限りでございますという感じで、まあ別にね、年は変わりますけど、またぎますけど、別にやることはね、来年も変わらないので、引き続き、まあ、ゲーム界隈をね、楽しんでいこうという、そんなチャンネルで、やっていこうかと思いますので、まあ、来年も引き続きよろしくお願いしますということで、今年は本当にありがとうございました。めちゃくちゃ皆さんのおかげでいいゲームとも俺もね、出会えたし、まあ、俺も皆さんにいいこのゲームとの出会いを提供できていたら良かったんじゃないかなと思います。来年もね、また、ゲームにね、ガタガタ行ったり、いや、これおもろいよねとかね、いや、これは微妙だよねとかね、言いながら楽しい年にしましょうということで、これで終わりたいと思います。それではみんな最後までご視聴していただきありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。というわけで、良いお年を。